お疲れ様スラットです。今日はですねこちら限界突破ゴブリンドリルやっていきます。さあついにドリルが進化しましたというわけで、軽く性能紹介しますと、サイクルは2ですね、3回に1回進化します。そして特殊な能力的なところで、最近なんか新カードでも採用されてたんですけど、HP が半分だったり、今回のドリルは3分の2、そして3分の1になるごとに場所を変えるっていう能力ですね。はい、こんな感じで、死亡時にゴブリンが2体出るとかは、同じような感じですね。で、出現ダメージもあるんで、確定で削れるっていう部分ではちょっと強いか。場所を変えるといえど、結構ね、簡単に守られやすいのかな。ナイトとかこうね、すぐぐるぐる回ってめっちゃ入るんですけど、ダークプリンスとか、それこそバルキリー、ゴースト、あとはメガナイトとか、結構ドリルに対しての、範囲攻撃高体力キャラを出されてしまうと、簡単に守られちゃいそうだなって思いもあるんですけど、ちょっとまだ触ってないんでどうなんだろうっていうところで、はい、やっていこうかなと思います。はい、どうなんだろうねドリル別にもともと強いキャラなんで、進化でそんなね特別強かろうが弱かろうが強いみたいなとこある。元が強いからっていう。さあ行っちゃおうかな。3回に1回ね。相手もドリルだったな。お、ボンバーがきついよ。一発いいねー、いいねー。さあボンバーもね、ドリルデッキにはよく入ってくるし、ドリルには強いんでね。よいしょ。耐えまして。マイティーでしたね。3回に1回場所を変えると。何に強いんだ？何に強いんだろう？逆に。それをさっきあったナイトとか、ユーノとかにはちょっと強いのかなっていう。え、待って、出た。この死亡時にゴブリンが出るのがちょっと強いな。でも、どうなんだろう。意外とね、ユーノの体力が削られちゃったっていう部分では、嫌ではあったな。進化ドリル。怖いかったな。何回も出てくるのちょっとうぜえな。来ましたよ、でも、俺も。これ普通に強くね？単品ドリルだけでさ、ちょっとだるいな、相手視点で。ゴブリンがやっぱ2体生まれんのもね、ちょっと強えな。だいぶ強いか。思ったよりダメージが入る。対応がむずそう。マジダクプリとかバルキリーゲーな。気がしなくもないが、どうなんでしょう。一旦飛ばして、次が進化ドリルですね。このさ、いやボンバーめっちゃ優秀じゃね。来た、進化ドリル。正直これだけでさ、あとファイボとか打って突破できちゃうみたいな。場所変えるもんな。いや意外と対応うざそうだな。で、出現ダメージもあるから、めっちゃ強いぞ。もしかしてだけど、これ。気づいたら結構入ってんな。完封をするのがね、慣れなきゃ、厳しいかもね。で、進化ドリル来ると、さすがに、結構な量のコストでね、防衛すると思うんで、俺の場合、ボンバーも出すし、ユーノも多分出すと思うんですよ。なんならスケとかファイスピとかね。だからそこにてファイボとかポイズン打つだけ強えか。だからドリルポイズンするだけじゃね、これ。めっちゃ強くない？そんなことねえかな。壊れ、いや、だいぶ壊れの匂いがしてはいる。
いやなんかね、その勝手にダメージが入るキャラはね基本的に危ないんでね。いやめっちゃ強そうだな。別に初手ドリルとかでうっすらも強いもんな。お互いね。いやマジ、え普通に進化ドリル防衛むずいな。メガナイト一番いいんじゃねえかなっていう。まあゴーストバルキリーダークプリ、いやこれボンバー持っとかないといけないけどな。ボンバーに普通にヤナメとかハーブとか打たれるって考えたらマジで強えな。なんだこれ、一旦飛ばすか。いや場所変えんのめんどいよこれ。ね、いやーまあまあまあ。お互いね結構守れねえんだな。一生懸命になっちゃうな。なんだろう、何が悪いんだろう。意外と思ってるより HP が高い。まあドリル飛ばしてネチネチしてテスラ置いてコモロ、持ってるより HP が高いか。まあ元のドリルが結構強いんでね正直。インドラがしょっぱい。ちょっとまあ耐えますか。ちょドリル飛ばしてえな。メガナイト冴えてくれるもんな。攻め寄ってるか。えメガナイトめっちゃ冴えてくれるよ。一応俺の進化サイクル、これむずそうじゃね、完璧に守るの。いやいやむずいな多分。俺もむじいもん。どうやって守るんだ。正解が最適解はなんだ、ゴーストボンバーあたりか。まあ、安牌メガナイトっすけどね。そのメガナイトって強いんですけど、まあ、ドリルには強いんですけどね。なんか、普通に流行りのロイジェイとかに勝てないっていう。なんだろうな。いや、やば。え？え？なんだろう。めっちゃくんの最適解むずー。まあ盾がついてるんでダックプリもめっちゃ強そう。うん、何回もニョッキされてもね守れそう。まああとはボー、え棒だ、気づいた。ボーラーかボーラーめっちゃ強そうじゃね。石転がすだけ、しかもフィジカルがさあるからガタいいからね。ゴブリンがはみ出ることも少なそう。え最悪。
や、ボーラーめっちゃ強そうだな。うん、一番いいかもね。まあボーラー使うならジャイボーラー、ゴブジャイボーラー、エレジャイボーラーとか。まあボーラー強そう。しかもなんか3回出る間にね、コストも溜まって、よりユニット溜まって、えげつないカウンターもいけちゃうみたいな。うわ、気づいちゃったな。正解ボーラーですこれ。ボーラーダクプリだ。いや、だから勝てねえな、ダクプリに。普通にダクプリだけでしんどいっていう話。まあボーラーだとちょっとコストが重たいかな的なね。いやー、ここ行きたいな、攻めウッドまで。はい、ボマ、いいよ、削るよ。引退、アーチャーって一発160ぐらいあんのこれ。いやー、まあいっちゃう。いや、ワンチャン。いやー、渋っ。渋あるなぁ、進化ドリル回せるぞ。いや、マジで強い。網出てる、網出てる、網出てる。時間稼ぎ、時間稼ぎ。いや、ナイスすぎんな。これ、ドリル進化じゃなかったら、最後こんな削れてないと思うんだね。いや、あんなユニットいたけどな。入るもんなんだな。いや、これドリルやばいっすわ。ぶち壊れっす。なんかドリルデッキって結局高回転みたいなとこあるんで、そのまあボーラーとか、まあ絶対きついんですけど、メガナイトとか絶対そのそれを出せないサイクルの時が来るんですよ。そん時にファイボーとかポイズンとか一緒に打たれてをやられると結構詰みそうな気もするけど、てか今の単品ドリルで、ああ、まああれか、普通に出現ダメか、削れてると思ったら、えっ、ふん、侵入隊、あ、俺ホグとかだと思ってた。全然なんかもじゃもじゃね、最近もじゃもちょっと多いんだよな、もじゃ時代生きてる。はいはいはい、ああ、わかりました。まあホグの方が楽ではあったけど、ダガガルなんやな。そして、いやー、ウッド使いたくないよな。ゴブリンで拾われちゃうんでね、ドリル。
マイティーだもん。進化、まあ待ってもいいか。進化ドリル、進化ドリルの時にマジ5ウッド打つだけで勝てると思うんで、それまで本当落ち着いてちまちま守ろうや。まあ行ってもいいか。これやべえぞ。これどこに最初に出すのがいいんだろう。正解、変なとこ行ったけど、いっか。どこに最初に出すのが正解とかわかんねえけど、いやこうやっていっぱいニット出してくれるもんね。それを美味しくいただけばいいもんな。ファイブの M 割る。いやー強そう。ちょっとダガーには刺さりがなんか難しい気もするが、一回待つか。ちょっと怖いよ、進化テスラあるし。ファイブってもよさそう、当たるなら。やばい、いた。そんなつもりじゃなかったのに、全然最悪すぎる。ターンに当たんねえ、最悪すぎる。右のがいた。いやでも進化ドリル来た。考えても本命は右の匂いがするが、さあファイボまで使ってありがとうございます。これ防衛むずいよ。ウッドもファイボもいっちゃうかんなこれ。でもう一回ドリルいっちゃうかんな、やべえな。無限ドリル攻めが完成する。うい。やば、ドリルが生えてきてるとこにまたドリル来るのよ。どうなってんだよ。普通に壊れ。普通に普通に強いカードなんだけど、おもろすぎる。お、ゴーストヤナムね、珍しいゴリラだ。ガゴ、ペッカか。え、メガナイトか。おいしいこれ、キンキでけえ。まあゴースト咲いたらドリルを飛ばしたいかもね。いやしかもメガナイトもいるんで、まあ、今回本当にドリルの刺さりはものすごい悪いと思います。なんでマジドリルいらねえな。タルバ、いや違うかもな。タルババヤナメ、タルババヤナメ、ゴーストいうの、いや一旦飛ばすか。ゴーストサイドし、あーいやメガナイトない。これキング起動したいだけです。キモテスラ、隅っこ暮らし。
え、だからキングドしてたわ。やべ。あ、バカすぎる。え、俺キングドしたしてたよな。やべ。まあいいや。そういうこともあるよね。私はキングドをしていたみたいです。まあ、目がないと見るんだよね。攻めづらいったらありゃしない。え？タルババ？よくねえな。基本的に樽が樽ザップとか矢の雨ザップみたいな。樽ババ矢の雨が嫌だな。ドンピシャで刺さってんだ。いやー、でもまあまあちょっかいはかけれたけどね。マジほんとちょっかいかけた程度なんだよな。え、すごい。あー、ガゴツエ。マジきつい。ディガーが。ワンちゃんが言うのが入らんか。進化マジ最強すぎる。あいつ、え、冷静にやばい。おい。いやマジで進化ドリルいかれてっぞ。これ進化してねえと勝てねえかんな。来ました、ドリル時代です。もともと強かったのに。いや、クロスや。もともと弱かなかったかんな。枯渇であんな雑にエリスピ投げてくることある？美味しくね、キングギド。キンキしたぞ。もうドリル5やるだけやね俺。あー、ギャングか。おい、え。犬の強くない？いいね。わあ、ゴブリンドリル俺めっちゃ好きなんでね。その進化は普通に嬉しいな。いて。ああ、プリンちゃん。だってマジでドリルって飛ばすだけだもんな、これ。本当にね、飛ばして、ファイボッツだけっすよ、この辺適当に。打たなくてもいいしな。はい、入ります。これでイカレカードです。圧倒的壊れ。最近の運営は、まあ、ゴブジェイといい、なんか強いカードを強化する癖があんな。強化進化ってことは次の進化カードはファイボとかね。あ、これおもろいな。見て、参加して選べるわこれ。
どこにする？こっちにするか。そういうのもあるんだな。ああ、進化ブレーキだこれ。ああ、いいね。進化ブレーキなんか。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。やばすぎる。ドリルにバリ切り出してそんな入んだ。重すぎるだろ。終わりました。はい、バリ切りはダメでした。全然輝いてない。いやこれすげえなマジモンのちゃんとした壊れな気がする。これドリル飛ばして敗没だけね。やばすぎ。回転も早い。3回ね。こんにちは。うわー、強え。死亡時ゴブリン2体出るんで、絶対6体は出るんでね。それだけでも強えな。うわ、おもろいな。ちょ、俺ドリル好きなんで。使われてくはないけどね。あ、ブラスターね。あー、ブラスターとかどうなんだろうな。対ドリル。わかんねえな。まあドリルが増えんならダガーとかもちょっと強いのかもね。とか思っちゃったりもするが、どうなんだろう。え、バルキリーボムやん。やば。おまずいな。ファイスピとかもね、ブラスターで完封されちゃうんでね。まあでも回転が正義。次の俺の、あれが強いな。置いとこ取れるよ。これね。スケヤリゴブだ。いいね、ユーノも入ってます。さあ、バルキリー。ちょっと横だ。やつ、ヤリゴブスケか。あー、マジアチャドリルか。なんかレメリカ海外の選手が使ってた気がするな。ボムタワーもさ、5打てばいいもんね。何そのブラフ。わあ、やば。マジ強えの。どっちも削れちゃっ、むずいな。どっちがいいかな。あ、進化回すかって人はね。結局進化時にいっぱい攻めるのが強いよ。これね、ファイブ打ってウッドまで打ちます。もうなんか勝手に事故りそうじゃね。やばすぎ。どうなってんだあれ。でここでもう一回ドリルを飛ばせんのが強えな。これこれよ。でマジアチをしばきたい。つまずい。
早めに来て。ファイバルブンちょっと有利だな。マジおもろいドリル。怒りカードすぎる。おい、危な。いやマジドリル投げまくる時代っすね。どう考えても強い。なんか投げ毒すぎん。やべ、痛い。投げ毒すぎてさ、普通にボムバルキリーとかもう関係ないもんな。思った以上に関係なかったわ。そんな止まっちゃうんだレベルではあった。さあ枯渇ね。いや枯渇はもう勝てるんじゃね。ロケット削るぐらいか。ドリル飛ばしてファイブ打って、ドリル飛ばしてファイブ打ってを繰り返しましょうかね。いやマジ強えぞこれ。いやそれうまいね。やられちゃったね。あのボンバが、来ました。進化ドリル。やマジ飛ばすだけ強えだろ。で、ファイボだけ構えようぜ。結局ね、俺やばいな。ダメージ逆転。これスピスピで完封できるはず。強い。可愛いのに強い。無敵やん。進化バレル。まあギャングか。いやーいい。通常のドリルでさえも優秀です。いやーそうね、俺の負け筋っすねこれ。なんでそこなバレルの位置良すぎるだろ。いや進化ドリルちょっとはでかいぞ。だいや進化ドリルなんか荒れてね。え、もっとやばいカードある。やりゴムのチク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 。やりゴムまさかのやりゴムに負けんのかよ。まあでも何にでも勝てそうだなドリル。ほんと今まできつかったメガナイトやゴーストとか
なんかそういうのに余裕で勝てそう。ディガーだ。本当にディガー使うぐらいならね、こんなドリル投げて5打っときゃっていう時代になりそうだけどな。5打っちゃおう、削ってね。強っ。アイスピ飛んじゃった、まずい。高回転ディガーワンチャンロケだな。めっちゃ来るよ。何これ。進化ドリルで怖さを教えてやろうか。せっかくダガーが消えてプリンセスタワーが帰ってきたけど、せっかくダガーが消えてプリンセスタワーが帰ってきて、ディガー戦術がね帰ってきたのにドリルになっちまうよ。ロケじゃねえのかな。まあドリル飛ばして、ちまちま稼いで次だね。まあ置いとくか。いやボンバーも進化させたいな、こうなったら。悩むな。進化したいカード多すぎて。ポイズンないな。いっきゃー、今度は俺の番ね。むずいよこれ、守んのファイボー、ファイボー打つタイミングもさ、うわやば。最初に打つパターンもあればさ、遅めに打つパターンもできてさ、相手視点読めねえからグロいな。マジで強くね。もう一生これドリルラッシュだって。何回ドリル投げてくんねんっていうやばすぎる。マイティとか入れてもっとドリルの回転速くしたら面白そうすぎるもん。そして進化ドリル来ました。いってらっしゃい。ファイブ打っちゃって、いやーかわいそうすぎるなマジおもろすぎる。今攻め終わったんだよな俺。今攻め終わったんだけどまた攻めれちゃうっていう。あ、ファイブを回したら勝てそう。うわあ恐ろしいです。はい予想以上のぶっ壊れきた。さあというわけで進化ドリルマジでやばい気がします。はい、まあ緊急加工また来んじゃないですかこれさすがに使った感じ強すぎる気がします。はい、まあ使われてもねだいぶやばいな。対処がむずいっすね。だから対応しても結構はみ出ちゃうんで、まあ使いどこ壊れカードかなと思います。皆さんもぜひねセール買って試してみてください。よければちゃんと効果も押しとっすよ。押しとまたね。